第41回定時株主総会を開会いたします。役須崎誠はやむを得ない事業家としての孫正義は好きだけど投資家としての孫正義は好きじゃないと、まあ、こういうことも多くの方に言われました私自身ですね単なる投資家とはちょっと違うんだけどなということで改めてソフトバンクグループとは何ぞやということを 定義させていいたただきたいとソフトバンクグループとは情報革命の資本家であると、えー、ビジョンファンドほとんどの会社がまだ利益出してないんですね、えー、このほとんど利益を出してない会社に我々がリスクを取って投資していってるわけであります、まあ、資本家として行っておるわけですね。 本当にケチョンケチョンに言われてまいりました、えー、利益も薄くなって紙も薄くなってとかまあそこまでは言われてませんかね <laughs> まあいろんなこと言われましたが43の利回りりでで実績が、えー、誇れるようなな状況にまままってまいりました、えー、60代で、えー、後継者に引き継ぐと公言してました。 まあ予防線としてですねもう最近は医学が進んだんだと私はもうやる気いっぱいだともしかしたら69歳を過ぎても社長やってるかもしれません。